来た直後、こんな感じ。First, I need to get numb by lidocaine cream. まずはリドカインクリームで皮膚に麻酔をかけます。I received this cream in advance from the skincare salon. 麻酔クリームは前もってそのスキンケアサロンから受け取ってます。You have to apply it at least 1 hour before you go. サロンに着く1時間前には少なくとも麻酔を塗り始めます。で、今麻酔クリーム全部塗り終わって、次はその上からラップ貼っといてくれっていうことだったんで、ラップ。They told me that cover my face with food plastic wrap like this. Make sure you're covering all over your face. で、配布受けに行くときは、ペリグリが空いた服を着るのをおすすめします。このクリームが服につくとなんか脱色するんですよね、ブリーチ効果があって。で、このまま1時間ぐらい放置して向かいます。で、痛み止めも飲んできた方がいいよっていうことだったので、このアドビル、イブプロフェンが推奨されてるみたいで、このアドビルを2個飲みました。3つ飲んできてって言ってたけど、多分私に3つはトゥーマッチなので2個にしました。日本だとイブプロフェンだからイブとかバファリンですね。30分くらい経ってもう結構肌も触ってもあんまり感覚がなくなってきたので、麻酔が効いてきてると思います。行ってきます。この感じでね、今ちょうど車を降りて道歩いてます。ちょうど恥ずかしいかな、やっぱりね。前回はね、7月にやったんですよね。で、あんまり変化が見れなかったので、今回はちょっとビデオにしようと思いました。もう着きます。歩いてます。直後こんな感じ。結構赤いですね、ふた顎とか。クリーム拭かれたりとかすると結構乾燥するんですよね。だから行く人は乳液とかパッと塗れるもの持って行くのをおすすめします。今帰ってきて顔を洗いました。で、乾燥するのでこういう肌に優しい系のやつで保湿します。ミシンで縫われてるような痛みなので、音も、まあ麻酔してたからね、そんなに痛くはないんですけど、歯の上はね割とビシビシ感じます。で、これを本当は終わってからすぐしたいから、ぜひ持って行ってください。皮膚って本当やけどみたいになるんですけど、この辺が結構触った感じすごいデコボコしてるんですよね。水ぶくれみたいな感じ。大丈夫かな。で、効果が出るまでは1ヶ月ぐらいかかるので、しばらく様子を見たいと思います。今も結構日焼けした直後みたいな感じの突っ張り感と、腫れてるなっていう感じがすごくあります。ちょっとカメラであんまりわかんないかもしれないんですけど、おでことかもかなりデコボコで、ほんと殴られたみたいな赤みとか腫れがあります。2日目です。まだね全然赤くて、で、こういうちょっとあざみたいになってる部分もそのままあります。で、結構まだ腫れてる感じも残ってて、おでこがね見えるかな、こことかほんと水溜まってるんかっていうぐらいボコッと腫れてて、触るとちょっとヒリヒリする。だから普段朝は化粧水とか、あとこういうビタミン C を入れるんですけど、こういうのはもう入れずに昨日と同じこの皮膚科の優しいやつを使ってます。顎の下もね、全然まだ切り傷みたいになってて、朝ほんと寝起きの時とか、目どつかれたんかっていうぐらいパンパンに腫れてて、今1時間ぐらい経って少しこれでも落ち着いてる方です。で、なんかおでことかほんと白ニキビできそうな感じのブツブツがいっぱいあるんですよね。はい、そんな2日目です。おはようございます。3日目の朝です。見ての通り、まだまだ全然赤くて、この辺とか。で、昨日ニキビになりそうだなって思ってたところが、ブツブツニキビができていた。あと、ほっぺたとかもできていて、で、ここの顎の下の傷もまだあります。で、あと、おでこのこの炭鉱部みたいにここなってるんですけど、これもまだあって、これ触ると
打撲みたいな痛みがあるんですよね。下唇のこの部分にしびれがあって、じっとしてたら何も感じないんですけど、こう噛んだりとかするとここだけしびれてて結構気持ち悪いんですよね。で、このおでこのこととか、このしびれとか、あとここにスクラッチが残ってるっていうこととか伝えたら、 We can help. Please stop by ってテキストで返信もらったので、いつもね、ちょっと口数の少ない方なので何してくれるかわかんないんですけど、ちょっとまあ行ってみようかなと思います。おはようございます。今日4日目です。まさかこんなに長いことね、なんか経過を説明すると思ってなかったんですよね。というのも1回目の時は当日の赤みはあったけど、2日目にはもうそれは引いていて、そう、こんなにニキビがねできることもなかったんですけど、昨日はこの青いライトを当てるっていうことをやってもらったんですけど、まあ、すぐにそういうのはきっと効果は出ないと思ってます。今日もまだこのおでこのここら辺のたんこぶと、ここの腫れをしたら痛い打撲の感じはまだ残ってます。で、右はほとんど腫れもなく、ここにちょっとね、擦り傷みたいなのが残ってるのはまだあるんですけど、左の方がもうすごいひどいですよね。特にこのほっぺたとおでこ、こんなに一気にニキビができたことってこの長年生きてきた中でもなかったので、結構ねちょっとがっかりだし困惑してます。でもスキンケアは普通に美容液とかも塗っていて、もうあの優しいやつは使ってません。この顎のとこのブツブツとかもまだあって、首のスクラッチもまだあります。で、あとこの唇のしびれっていうのもまだあります。歯医者さんとかのあの麻酔の切れていく時の感じがまだここだけしてます。まあ、こういうニキビとかって一回できちゃうと治るまで数日間かかると思うので、もうあとは日にち薬かなと思ってます。なのでまた何か変化が起きたらビデオを撮りたいと思います。 OK, so it's been a month. It's time to see the result. 1ヶ月経ったのでビフォーアフターで比べたいと思います。 Well, do you see any differences?Is my face tighten? 特に変化があるようには見えないんですけど、 This time I didn't see much change. In the future, most likely there will be some positive changes. アンチエイジングという意味では少し予防効果があるかもしれませんね。 Thank you for watching. As always, if you have a question, ask me in the comments anytime. See you next time. Bye!